コディーノは日本の競争馬である。馬名の意味はイタリア語で、連発。JRA 公式サイトには、有名サッカー選手の愛称とあるが、この愛称を持つ選手は元、サッカーイタリア代表選手、ロベルトバッジオである。主な勝ち倉は2012年の札幌2歳ステークス、東京スポーツ杯2歳ステークス。8月12日に札幌競馬場でデビュー。 一番人気に答え2馬神一、二差で優勝した。続く二戦目も札幌競馬場が舞台となる9月1日の札幌二歳ステークス。初めての重賞挑戦で三番人気に押されたが、これを一馬神三、四差で勝利し、注目を浴びる。三戦目となる11月17日の東京スポーツ杯2二歳ステークスでは、初の東京コースとなったが、 単勝1.9倍の一番人気に押され、レコードタイムで優勝した。無敗で臨んだ12月16日の朝日杯、フューチュリティステークスでは、唯一の重賞2勝馬ということもあり、単勝1.3倍の圧倒的一番人気に押されたものの、後位から早めに抜け出したロゴタイプを捉えきれずに着に、赤敗した。初戦の弥生賞は二番人気に押され、 最後の直線で内を通って圧倒的人気のエピファネーアをかわしたものの、外から強襲した上野田サハ宮地大賀に差し切られ3着となる。東京優春の最終追い切りでは、タバが、ミホ、立東の角、トレーニングセンターで追い切る中、本番の舞台となる東京競馬場で追い切りを行い注目を集めた。しかし本番では途中引っかかってしまったこともあり、9着に敗れた。 5月16日に戦痛を発症し、ミホトレーニングセンターで回復手術を受けたが、6月11日に容体が悪化し、安楽死となった。ありがとうございます。